南側外観西宮砲台は、兵庫県西宮市を前浜にある、江戸時代末期の砲台跡、国の史跡に指定されている。北側外観高さ約12メートル、内径約17メートル、壁高1.21メートルの石像円保。外壁は漆喰仕上げ、内部は山荘となっている。1階は床高度で、中央に防火用の井戸が掘られ、 床板多敷の弾薬庫が設けられていた。2階は木造で側面に砲丸が11個、北側に外部より指示を受けるための窓が1個開いており、大砲2門を設置しつつ口を四方に向ける装備であった。なお、砲台は柵に囲まれており、内部は公開されていない。傍聴帝北側にある史跡西の宮砲台標柱幕末の頃、国防に不安を感じていた江戸幕府では、 将軍、徳川家持の時代になりかつ改修の権威を取り入れ、文久三年、大阪湾の解剖のために、和田三崎放題、舞子放題、今津放題などと共に、西宮放題の建設が開始された。基礎工事では1541本もの松喰いが、打ち込まれた。建設に必要な三影石は主に、備中織田軍の島々より切り出し、回路にて運搬された。 熟練校を多く招集し特管工事で建設が進められ、慶応2年に竣工完成後、空砲を試し打ちしたが法園が内部に充満してしまい、結局実用には向かず、一度も使われないまま明治を迎えることとなる。その後西宮町は、砲台を所有する陸軍省に対し再三払い下げを申請したが、不許可となったが、明治40年代に、 阪神電鉄へ払い下げられ、航路園浜遊園の一部として利用された。ありがとうございます。